本日は中途採用向けの施設見学ということで、施設長の橋本です。本日はよろしくお願いいたします。すいません、お断りしたんですけど、この施設はですね、特別養護老人ホームと経費老人ホームが併設している施設なんです。では早速見てきましょうか。あちらの扉向こうが経費老人ホーム、こちら側が特別養護老人ホームの施設となっています。今はユニット型が主流なんですね。あ、ひょっとしてご経験者ですか？子供が生まれるまでですけど。そうなんですか、復職大歓迎です。すいません、特別養護老人ホームと経費老人ホームはどう違うんですか？それはですね、簡単に言うと介護度が高い方を対象にしているのが特養。特養ほどケアが必要ではないけれど、自立した生活に不安を抱えている方を対象にしているのが経費なんです。いいですか？こちらベトナムから来た技能実習生です。私の名前はグエンです。よろしくお願いします。勉強熱心で優しくて利用者さんにすごく人気なんですよ。独学で日本語を学んだり、家族に仕送りしたり、私たちも彼女の姿勢を見て気づかされることが多いんです。日本語上手ね。ありがとうございます、うん、こちらがユニット10人のエリアの個室の一つです。思ったより広いんですね。こちらが浴室になりますね。このお風呂場には座ったまま入れる設備と寝たまま入れる設備が整っています。お疲れ様でした。最後に何か質問とかございますか？本当は虐待とかあるんじゃないですか？まあ、あってもありますとは言わないか。なんでそう思ってるの？ニュースとかたまにやってるし。うん、そっか。それじゃあ、あなたの学校でもいじめとか毎日起きてるの？そんなことはないけど。なら、自分の目で見たものを信じればいいんじゃないかな。はい、グーパーパーいきます。グーパー、OK です。グーパーいいですね。グーパー声出せる方は一緒に。パーグー声出した。 OK、 グーパー声出そう。パーパーグーパーグーパーグーパー。しっかり馴染んでますね。やっぱ経験者は違うな。そんなことないですよ。私がやってたのは20年以上前ですから。あ、年がバレちゃいますね。ずっと専業主婦だったんですけど、気づいたら社会とのつながりがなくなってて。加藤さんは営業されてたんですよね。はい、入社以来ずっと頭を下げてばっかだったんです。だから逆にありがとうって言ってもらえる仕事に就きたくて、思い切って
定年間近で退職したんですけど、なんか向いてないんですかね。私も最初の頃は毎日同じこと考えてました。でも私は自分からありがとうって言えるのも好きですけどね。湯川さん、今日からよろしくお願いします。よろしくお願いします。たるみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。動かしますね。あの人新人ですよね。大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。チームワークで動いてますから。この前見学に来たのはおばあちゃんが心配だったからなんだね。優しいな。おばあちゃんのことよろしくお願いします。お茶飲んでおきましょうね。すいません。おばあちゃん。てるみさん、濡れてないですか？大丈夫だと思います。おばあちゃんってどんな人なの？とっても優しかったんです。私が小さい頃泣いてるといつも慰めてくれて、でもどんどん怒りっぽくなっちゃって、認知症になると思い出せないことが増えるでしょ。するとね、すっごい不安になるの。その不安な気持ちを持っていく場所がなくて怒りっぽくなっちゃうことがあるの。でもね、大事なことはちゃんと覚えてたりするんだよ。おばあちゃん、じいちゃん、アメリカンドッグ買ってきたよ。じいちゃんこれ好きでしょ。はあ、毎日毎日もううんざりだよ。お母さん。ごめんね、じいちゃん。おばあちゃんこれくらいしかできないから。ください、入れましょうね。でももう私のこともわからなくなっちゃったから。そんなことないよ、てるみさんね。ちほちゃんがそばにいるときすっごい穏やかなんだよ。だから大丈夫。ちゃんと分かってる。てるみさん、お天気でお散歩行きましょうか。ね。車椅子動かします。てるみさん、いってらっしゃい。
これは昔おばあちゃんが折ってくれたの。かわいい。すごいですね、てるみさん。てるみさん、器用なんだね。はい。でももうできなくなったと思ってました。手続き記憶って言ってね、認知症になってもこういうのは記憶から消えにくいの。指のリハビリにもなるしね。てるみさん、僕のこんなになっちゃいましたよ。あれ？ちょっと。なんで？あの、てるみさんが亡くなってるって。先生電話します。あの、違うんです。違うんです。てるみさんのシワが。シワ？ここに深いシワが何本もあったんですよ。表情も穏やかになったし。私、わかるんです。お母さん、加藤さんと一緒だと安心できるみたいです。いや、僕はただ照美さんに喜んでほしくて。本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。これからも母のことよろしくお願いします。てるみさん、どうかされました？てるみさん、お母ちゃん、てるみさん、お母ちゃん、お母ちゃん、どこ痛い？加藤さん、どこ痛い？千羽鶴？大丈夫。おばあちゃん元気になって帰ってくるよ。おばあちゃんが戻ってきたら喜んでほしいから、元気になってほしいから。てるみさん、お帰りなさい。車椅子動かしますね。これね、ここの人たちみんなで折ったんだよ。おかえり、おばあちゃん。おかえりなさい、てるみさん。おかえりなさい。おかえりなさい。じいちゃん、なんで泣いてるの？
そうだ、アメリカンドッグ買いに行こう。ちーちゃん好きでしょ。おばあちゃんどうしたの。いつもの出会いと別れを繰り返し、僕はここにいる。あの時言えなかったこと、胸にぶら下げたまま、望んできた場所じゃない、寄り道だった。時間に追われる日々でも、少しくらいは器用に笑えるようになったよ。この世界は時にその優しさが弱さになるのだろう。さえ濡らしてゆく冷たい雨、あ、どこへ向かえばいい。それでも答えを探して、今日も僕はここにいる。この世界はいつも綺麗事じゃない、泥にまみれたなのよ。何かを求めてまた失って流れる日々、あ、どこへ向かえばいい。それでも答えを探して、今日も僕はここにいる。それでもその笑顔が見たくて、今日も僕はここにいる。